何？ん？なんすか？帽子かぶって。いやいや、寝癖が。寝癖がすごかったけど。あれ、あのメガネは？あのメガネは今日大丈夫です。なんだこれ。見て。Mason. どうもキャベツのサイトワン。そしてなんでダーンってできるできるできるでしょ。どうもエタローチャンネルのありがとうございます。はい、ということでお願いします。はい、ということで今日はですね、なんとうーん、違う、はい、こういうやつ、はい、パンってやつ、はい、せーの、うーん、こちらジオブレイク 50VS とジオブレイク 50S です。イエーイ。ということで本日はあゆ太郎さんにちょっとねお貸しいただいて、こちらのジオブレイク50シリーズの一本打ちでどんな感想かやってきたと思います。イエーイ、すごいや。もうなんか二重跳びの前みたいな、こうやつわかります、わかります。二重跳びの前みたいなやつ、うん、なんか二重跳びの前兆わかります。こうやってそんなことやんなくて、ね、やってるやってる。ということでこれをね今回ちょっとあゆ太郎さんとね2人でやっていきたいと思います。はい、あゆ太郎さんの動画の方でもね、手段をみたいなやってますけども、やってます。今回僕のチャンネルでもねやらせてもらうということでね、もしかして打ちやすいかもしれないしね。ペイさん打ちにくかったですか？打ちやすかった。俺はやっぱ柔らかいの好きだから、はい、これ柔らかいんですよ70に比べると、うん、で僕の実力でこれを果たして打てるかっていう、もう率直な感想、僕はね本当もう忖度なしで言うんで、あゆ太郎さんは本当忖度ありなんです。忖度しかないからね。メガさん待ってます。ソンソン、ソンソンしかないから。シシソン、あれ、ソンソンって損害の損、忖度の損って何という意味？あなんつうの、八王朝みたいな、八王朝って言うんですか？タクは何？知らないです、わかんねえ、もうその意味わからんけど。はい、タクタクかもしれないじゃん。タクタクかもしれません。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、レッツバモース。はい、ということで一本打ちやっていきたいと思います。まずじゃあ僕から打ってっていいですか？あ、言っててください。おい、おい、じゃあ、変だよ。なんだよ、打てていいって言ったから。なめんな、なめんなよ、 YouTube なめんなよ。おい、ベロベロすんな。これベロめっちゃ出ない、ちっちゃいって何。じゃあ行きますよ。まず僕 50VS から打っていきたいと思います。え、これが2月の中旬に発売、中旬だったっけな。ちょっと俺のチャンネル見てください。それでは打っていきたいと思います。もうそろそろ発売だと思う。もうそろそろ発売、うん。ああ、え？え、柔らかいですかこれ？柔らかいよ。あ、でもいいね。力抜けば抜くほど飛ぶと思う。はいはい、めっちゃ分かった今。あ、ほんとだ。力抜くとすごい。あー、なるほど。どうすか？いい。やだ、でもそれもう定番じゃん。もうズルンってやつ、ズルンってやつやめて。ズルンってやってるじゃん、もうやってないね、金かかってなかった、ね、やってるって。ズルンも取んないとダメだから、ズルンも取んなきゃ。いやダメだって、そんなことしたら。オッケーっす、いいです。めっちゃ相田さんが今使ってるのは 70S ですよね、ジオブレイク、うん、僕は 50VS の方がいい。本当に、うん、S 打ってみるか。え、バーサスと S ってどういう違う？バーサスは一応だから V がボレーじゃん、はい、S がストロークの S なんで、はい、そのまま両方使えますよってこと。オールラウンダー用、あー、シングルス言ったらとかダブルゼーンもだから、今って後ろもできないといけないし前もできないといけないから、はい、まあ、全部やる人向けじゃない。え、じゃあこっちの方が男じゃないですか、バーサス。分かんないそれは。特徴が多分違うと思う。あ、なるほど、うん、じゃあ S ちょっとこれ光栄特化型なんで、そう、僕。あー、やっぱりいいな、S は。ストローク向け。あ、すごい深い球がいく、深い球がいく。あ、そうね、ほんとだ、深い。めっちゃ、さっきちょっとね、そうだね、あ、さっきより素直に飛んでる、素直に飛びますね。うん、いい。はい、はい、最後、ズルン、ズルンで締めるから。あー、ズルンじゃねえか、やめてくれよ。ちょっと飛んできそうなんだけど。ズルンやめてよ。ズルン定番じゃないんだから。ズルンで来てよ。すげえ頭いくわ。はい、 50S はめっちゃいい。あ、ちなみにこのストリング、あ、この水色のそうは、あの新色です、新しい。何のですか？シャープかな。
あそう、この一応もう一種類青色があるんですけど、はい、この青色に、まあ、合わせたというか、この50に合わせた。え、じゃあこれこのピンクのやつと青もある？青もある。あ、そうなの？2種類ある。青とこのピンクが2種類ある。同じのが。なるほど。で、一応ここのこのマーク、わかりますか？はいはい。この緑、水色のこれに、まあ、合わせて作られたと言われてるストリップ、と思ってる。俺が思ってるんだよ。そういう風な米だって。そうじゃん、ほら、はい、見て、ほら絶対これに合わせて、だって発売する。多分シャープ、シャープ、うん、シャープ、まあ、新色。これにジオブレイクにの50と合わせて多分作ったやつだと思われる。思われるね。推測。これまで。どうですか、やっぱいいっすか？いい。飛ぶ？うん。やっぱ 70S よりも。うん。あれでも綺麗な弾道。すごいね、軽く。音もいいっすね。音いい。スパンって。いいっすか？いい。じゃあ、これのいきます。これの。はい。おーい！入んねんかよ。続きまして 50S の方を使っていきたいと思います。はい。はい。いいね。いいね。いいね。え、なん、両方いいね、やっぱり。こっちの方が俺、やっぱ S の方が好きだね。ああ。飛んでってくれる。でも僕も S の方が好きですよ。こうやってもう。綺麗！パチーンって。うんうん。S の方が僕はやっぱちょっといいっすね。うん。打ちやすい。結果じゃあ、VS と S ってなったら。僕はまあ、元々 S なんで、S を使いたいと思います。僕も S を使いたいです。で、今後これは使うんですか？これは使いたいですけどね。使うんですか、使わないんですか？使います。すん、使います。すん、すんって何？す、すん、使うの？いや、くれるんですか？わかんない、頼んでみればよ、ネックさんに。ネックさん、またそれやんな。簡単に頭下げるじゃん。お願いします。簡単に頭下げるじゃん。はい、一緒に一緒に下げて。なんで俺はいいんだよ。俺はいいんだよ、昔ね。はい、ということでお疲れ様でした。今回ですけども、ジオブレイク 50VS と S をちょっと使わせてもらいました。うん、率直な感想ね、 S の方がまあ打ちやすい。まあ VS ももちろんね、打ちやすいんですけど、うん、S の方がなんかこう素直に飛んでくれるっていう、うん、飛ぶ感じはあるね。うん、僕もなんかこう振り抜きやすいのかな、やっぱストローク向けだから。そうですね。僕みたいなやっぱ浅い球しか打てない人間はこういう素直に飛んでくれる球頭じゃないラケットがすごいありがたいなと思うんで、うん、まあぜひね、あの2月の中旬、まあ3月ぐらいにはまあ多分発売してると思うんで。2月、ちょっと忘れちゃった。相田さんのチャンネル見てね。忘れちゃった。いつ発売するか多分出てると思うんで、うん、相田さんのチャンネル見ていただけたらお願いします。はい、概要欄に相田さんのチャンネルは貼ってますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、ということでこの動画面白かったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは以上です。せーの、ありがとうございました。あれです。いや、 S いいな、やっぱ S いいっすね。なんか 50VS VS と何だろうな。そんな、だって別にバースの方が飛ばないね、やっぱ。ああ、そうですね。